こんにちは、長山雅史です。今日は J2 リーグ第33節ギラバンツ北九州戦について話していこうと思います。北九州戦では4ゴール生まれてるんですけれども、まあ、シュートを打った選手、ゴールを決めた選手っていうのはね、やはり素晴らしい技術の中からゴールを奪い取ってるんですけれども、それ以外の選手ですよね、それ以外の選手もペナルティーエリア内に侵入していく、そしてチームでゴールを奪うという形をチームとしてできてるんですよね。だからそれがやはり一番大きいのかなと。まあ、ルキアンだけでなく、そのトップ下の人間ですよね、山田であったり大津であったり、そういう選手がね、非常に躍動感あふれる動きで、チームの攻撃を引っ張っていたなという気はしますね。まあ、あの失点シーンなんですけれども、スローインからなんですよね。でスローインを相手が入れるところの状況っていうのは、スローワーも含めて4対3という状況だったんですけども、その周りにもジュベロの選手いましたし、結構そのサイド、スローインをするサイドに人数はかけていたんで、そこでなんとか取り切るというか、相手の攻撃のスピードを落としたかったですね、スローインが入ってからですけれども、そこの対応が若干甘くなってしまった、見極めがちょっと甘かったことによって相手にボールを運ばれ突破されてるんですよね。そこからまたその逆サイドに振られたということからピンチになってるんですけれども、中央部から、ボールから離れる動きを相手はしていたんですけれども、そこに対してジュベロとしても2人いたんですよね、対応できる人間が。ただそのマークの仕方という部分がちょっと曖昧でしたね。どちらがマークに行くのか、どちらがカバーに入るのか、スペースを埋めるのかっていうところで、ちょっと2人ともはっきりしないようなポジションを取っていたかなっていうものは感じましたね。で相手がね、ボールを運んでからシュートまで非常に早いタイミングで打ってきてるっていうのもあるんですよね。でそこにもう一歩、悪い対応ではないなとは思ったんですけど、もう一歩そこのコースを消す、その一歩が欲しかったかなと。開始直後失点したということで、ちょっとバタつくかなとは思いましたけれども、ただ選手はね、非常に落ち着いていて、そこから反撃に向かっていけていたなっていうのは見ていて感じましたね。1点目はルキアンのドリブルシュート、素晴らしいシュートでした。そのね、そこに至るまでの動きというものも、まず大井健太郎がボールを外に持ち出してる時にルキアンが足元にもらうような動きをしてるんですよね、引くような動き。それに対してマークがその前でインターセプトしようと思ったのか、体を入れてきてるんですよね。その動きを見極めて大井健太郎がパスを出したのかどうかはちょっと分かりませんけれども、その前でなく裏ですよね、ディフェンスの裏にスペースにボールを送り込んだことによって、ルキアはそこから反転し、相手が前を狙っていた分対応は遅れてますよね。そこからフリーでドリブルしていき、ゴールにつなげた。そのゴールもね、シュートもね、落ち着いてましたよね。グラウンダーの本当に血を這うようなシュートです。そして逆のサイドネットですからね、非常に落ち着いたゴールでしたね。で1点目が決まったすぐ後ですよね、その後に2点目が決まるんですけれども、その2点目のゴールのその動きはね、やはり鈴木優斗の動きですよね。マサヤから遠藤にボールが渡り、そこから逆サイドの、ディフェンスの裏にボールが出るんですけれども、その時に、鈴木優斗のマークっていうのは、体の向きは鈴木優斗に向いてるんです。ただ、ボールを持ってるのは遠藤であって、逆サイドの方を見ながら体の向きをそういう風に作っていたんですよね。そこを鈴木優斗が見逃さなかったのかどうかちょっと伺い知れませんけれども、相手が見てないっていうところの一瞬の隙をついて相手の裏に飛び出してるんですよね。ディフェンスラインの裏に飛び出している。そこに素晴らしいパスが遠藤から供給されてるわけですよ。でその後のルキアンの動きがね、またね、素晴らしかったんですよね。で鈴木優斗にボールが渡りました。それを鈴木優斗は右足で結果的には後ろに下げるんですけれども、そこにボールが入ったことによってディフェンスラインはスッと引いてるんですよね。ゴール前を固めるような動きをしてるんです。その動きを見てルキアンはそこに、自分のポジションを持っていかず、どちらかというと最初いたポジションにとどまり気味で、マイナスボールをこの待っていたんですよね。それによってルキアンフリーなんですよ。でまあシュート打って相手にはブロックされるんですけれども、そのこぼれ球を山本浩介がしっかりと決めきる、
やはりあのポジションというものはね、常に狙いを持って、待ち構えてるという形ですよね。まあルキアンが最初にシュート打ってるんですけれども、そのこぼれを見逃さない、そういう準備をしっかりとしていたからこそ生まれたゴールですよね。まあ、この3点目のシーンっていうのは、ルキアンが今度は左サイドのスペースに抜け出してるんですよね。まあ、そのね、抜け出し方、そのタイミングも素晴らしい。そこに供給されるボールのそのタイミングも素晴らしかったんですけれども、ルキアンが左サイドに流れていくスペースにボールが運ばれたところからコントロールをしながらドリブルで中に入っていくんですよ。そしてペナルティエリア内に侵入したところで、あ、これ打つのかなって思ったんですけれども、そこに、山田裕貴がぐっと近く寄ってきてるんですよね。それによってディフェンスも寄ってきてる。そこにまあパスを出したのかどうかは分かんないですけど、ちょっと強めのゴロを出してるんですよね。それを山田裕貴がスルーしたことによって、そのオーラに今度は鈴木優斗が入り込んできてるんですよね。ダイレクトで逆のサイドネットです。これも血を這うようなグラウンダーのシュートなんですよね。ルキアンが取るとね、ルキアンも余裕が出てくるんですよね。気持ちの余裕、周りを見ることの余裕、そういうものが生まれてるのかなっていうのは見てて感じ取れたんですよね。まあ自分もシュートは打つ、でも周りも生かすというね、そういう周りを生かすプレーもできる選手ですよね。素晴らしい選手です。4点目なんですけれども、まず山本森道のドリブルのこの前進ですよね。それがあったことによってディフェンスがそこにこうちょっと集中してきましたよね。そこに狙いを持ってきましたよね。まあその山本のり道に、アタックするというよりも、そこから出るパスの受け手に対してプレッシャーをかけようとしてたんですよね。その時に受け手というところで、鈴木優斗と山田裕貴がいたんですけれども、そこからスッと鈴木優斗が外に開くんですよね。そこに、山本のり道がスッとパスを出すんですけれども、そこに出した時点で2人のディフェンスがいたんですけど、その2人ともがそこのボールに集中してるんですよね。まあ、山本のり道がボールを出した後も動き続けていたんで、そこにもマークが行く。そして外にボールを出したことによって、そこに1人のマークがまた寄る。それによって山田裕貴がスッと前に出ることでフリーになってるんですよね。そこに、鈴木優斗からダイレクトのパスが通ったということで、そこからドリブルが始まってるんですよね。ただその後山本のり道が走ることをやめずに、そのままその前に駆け上がってるんです。その駆け上がることによって、山田と並走することによって、山田のところに対応に来たディフェンスですよね。そのディフェンスの意識をそちらに向けることにも抵抗してるんですよね。山田裕貴はゴールに向かい、そしてディフェンスに向かいドリブルしてるんですけれども、そこに並走してる外側の山本のり道をチラチラとね、2回くらい見てるのかな。だからディフェンスとしても外行くのかなっていう感じで、体の向きをね、外側、山本のり道側に向けてるんです。それを見て取った山田裕貴がグッと中に入る。そのグッと入るときに、やはりディフェンスは体の向きを変えて対応しなければいけないんで、そこで対応が一瞬遅れてるんですよね。ただ山田裕貴のシュートもね、ペナルティエリアの外ですよ。で、左足、ニアサイド、これも低いこうボールですよ。グラウンダーの素晴らしい鋭いシュートがね、ゴールに突き刺さったということで、まあ4点とも、ゴロのね、抑えの効いた素晴らしいゴールでしたね。まあ前半は素晴らしい戦いができたんですけれども、後半にはちょっとね、動きが少なくなってるなっていうものは感じましたね。ボールを回しながらも、突破の動きっていうかね、前への動きっていうものがね、非常に少なくなってるなっていうものを感じましたね。まあそういう動きが出てきたのが、ラスト、10分から15分ぐらいですかね。そのあたりでやっとその前への動きっていう推進力っていうものが生まれて、そこから数多くのチャンスも作れていたんで、そういうものがね、後半の中で随所にこう展開できればよかったなとは思いますね。まあ点差が開いた中でどういう攻めをしていくのかっていうところで、まあやはり自分たちボールを支配しながら、相手が出てきたところの裏を突くっていうところで、また追加点を狙っていく、点差をさらに広げていくっていうね、そういう状況になればさらに良かったかなっていうものは感じましたね。シーズンの4分の3をだいたい消化してきたんですけれども、非常に戦う姿勢であったり、戦う集団になってきたのかなっていうものも感じます。まあチーム力は上がってきてるのかなと思います。
あとは勝利にどれだけこだわれるのか、勝利にこだわる以上はそのプレーの細部にこだわっていかなければいけないっていうものを感じています。次節は栃木 SC 戦となります。まあアウェーに乗り込んでいって戦うわけですけれども、栃木 SC は前節勝ったとはいえまだ降格争いの中にいるチームなんですよね。まあそういうチーム、非常にね、割り切った戦いをしてます。とにかく前へ蹴る、そして、自陣で、しっかりとブロックを組んでひたむきにボールにチャレンジする、そういう戦いをしてくるチームなんでね、そういう割り切ったチームに対してどういう攻めをしていくのか、じれずにじれずに自分たち そのボールを支配しながらもどこかでこう仕掛けていく、まあ攻守ともにですけれども、そういう戦いを敵地でもできるようなね、そういう力を見せていかなければいけないんじゃないかなとは思ってます。